いや、だから、ドラム。ま、太鼓の達人やってるからドラムできますよ、みたいな感じやめてね。<laughs> ここまで戦力の補充としてこと書か,かない人材集まったんだから、ちゃんとドラムやれるんだろうな。いいか落ち着け。タンバリンはドラムとは言わないぞ。<laughs> 煽りすぎだろ。<laughs> 太鼓の達人の上を行くなよ、お前は。知ってるよ。カスタ いや、もはやドラムの様子ねえじゃねえか。<laughs> 何かを叩いたらドラムたがプじゃねえけど。けど、ええドラムってなんでだって、モテるために友達とバンドやってたもん。俺はドラム担当だったんだ。何その矛盾点 <laughs> ドラム担当ってモテないって聞いたことあるんだけど <laughs>。 モテるためにバンドやるんだったらボーカルかベースだろそういえば音楽に凝ってた時期があるって言ってたけど、バンドまで組んでやってたのかなんで驚く男なら誰しも経験があるだろう。バンドに参加して、モテる努力をするってさ。いやでも男としては憧れるよね。彼女と初デートとかで、ショッピングモール歩いた時に、ふと音楽屋に入って、ふとギターが目に入って、ふとギターをちょっと演奏しちゃって、ふと彼女のハートを射抜いちゃうみたいな、そういう展開、ちょっと憧れるわ。え冗談 なく人前で披露できるレベルなのおうあー、いや、ごめん。ちょっと言い過ぎたかも。久しぶりだから腕は鈍ってると思う。いや、絶対うまいやつやん、これ。<laughs> 人に見せられるぐらいのクオリティ保ててるやつやん。<laughs> ここでちょっと謙遜の姿勢を見せるあたり、本物やん、こいつ。けど昔は文化祭でやったし、ライブハウスでもやったぞ。おい、若菜の大先輩じゃねえか。<laughs> もうお前らツーピースでやれよ。まったくの未経験やぞ、主人公は。うっす。 なんか失礼だな、若菜。<laughs> こんな見た目してんだから楽器弾けない方がおかしいだろ。だからマジだって。去年のハロウィンパーティーを休んだのも自分のバンドのライブがあったからだしな。おい、さらに陽キャなイベントに参加してたわよ。<笑><笑>何がハロウィンパーティーは陰キャ向けのパーティーやね。ま、か笑いながらあけらかんという態度。もちろんその言葉から嘘を感じることもなく話を持ってる様子もない。<laughs> いや、こんなに若なに演奏してみればって押してたやつがこの手の嘘つくわけねえだろ飛 <laughs> んだ詐欺師だよ、そしたら。いやー、やっぱ人を集めるって難しいな。でもって人を集められるほど人気がないとモテることはないしよ。いや、違う違う <laughs>。お前がドラムやってるからモテないだけだよ <laughs>。 ライブハウスで演奏って言っても結構下手な人もいるんだけど一番人気があったりするんだよ。謎だわ、あの現象。なんかカリスマ力というかね、結局世界で一番演奏が上手いから世界で一番有名なアーティストになれるかって言ったらそんなことないからね。しかもドラムって全然目立たないんだよ。動けないし一番奥だし、スティック回しても気づいてくれないし、寂しいったらありゃしない。あ、そういう理由でモテないのか <laughs> 日の目を浴びないというかね <laughs>。 結局、苦労しかなくて、みんなのやる気もなくなって、夏前に解散した。あ、結構ギリギリまでやってたね、そしたら。<laughs> 腕縄ってるわけだ、いイアン、そしたら。お前、意外な努力してたんだな。もうずっと失礼、主人公とわがナが。<laughs> こんなチャラ男でも、一番引いてた才能の持ち主なんかもしんねえぞ。まあな何事た矛盾って。し <laughs> てたかったっていう理由で、練習するのは真面目に帰るの <laughs> ここに進学する前に結成したから、一応3年ぐらいはやってたかな。もうずっとアキラのターン。<laughs> もうちょっとしか聞いてないのにベラベラ喋るやんこいつ。<laughs> もう戦力補充できたの分かったから、問題はパンピーの主人公を入れるか否かって話でしょし、し 信じられないおい失礼の上書きすんなお前 <laughs> 信じられたことないやこの見た目でガキ触れませんって言われた方がまだ信じられなかった方は。結構やってたんだな大口叩けるほどじゃなく素人に毛が生えた程度だけどなライブもボロボロで <laughs> いや懐かしいようやくちょっと慣れたくなって頃に解散だから身についたってほどじゃないけどそれでも叩けるって言っていいよなあそっか主人公とかわかんなが本当にお前ドラム叩けんのかっていう感じで聞いたからこの辺アキラがベラベラ喋ったのか <laughs> まあでも、深いエピソードトークを聞けたわけだし、これはある意味、湧かない上に戦力になるかもね。まさか、カイドウがドラムができるなんて。いや、見た目ドラムじゃなさすぎるんだよな <laughs>。ちょっとボーカルできてた方がかっこいいと思うんだけどな。モテるだろうし。あるわけねえだろうが。ダメなよ。うちの主人公は陰キャなんだよ。バンド作るどころか、バンドの演奏を聞いたこともねえよ、多分。そこまでアクティブにモテる努力をしたことなんてないよ。え、じゃあもしかして、楽器できないの何もおいやめろ <laughs> リコーダーぐらいはできるよ、きっと <laughs>。リコーダーとかトライアングルなら <laughs>。ちゃんと予想通りの陰キャなの嫌だな <laughs>。なんかもうちょっとないのせめてピアノ弾けますとかだったらバンドの時キーボード担当で開いた穴埋まるんだけどな学芸会。う館。うぜえこの演奏できるマウント取ってくる奴ら <laughs>。 お前ら、ガキちょっとかじってるぐらいで息なんだよ <laughs>。お前らだって、つい最近までリコーダーとかトライアングルしかできなかっただろなんだ、できないのかよ。使えないやつ使えないやつっていうか、なんでもう頭数入ってんの <laughs> もうお前ら、ツーピースでやれっちゅうねん。<laughs> もう主人公の肩身狭くなるの、容易に想像できちゃうから。サノバウィッチ。